シナマ・イン・ティーエル51映画の黎明期とハリウッドが誕生するまで後編5代表的なサイレント映画「月世界旅行」監督ジョルジュ・メディアス。 ジュール・ベルヌの「月世界旅行」を原作として月面着陸を面白おかしく描いた「月世界旅行は」は SF 映画の始まりだけでなく劇映画そのものの最初の傑作とされます。ワンショットワンシーンからなる数分程度の映画が主流であった時代において30のシーンで構成された14分の本作は画期的なものでした。 メリエスは多くのトリック撮影の技法を用いておりその後の多くの映画監督がその SFX 特殊効果を真似ることとなりました「大列車強盗」監督エドウィン・エス・ポータートーマス・エディソンのエディソン社が制作した12分の本作はウェスタン映画の元祖とも称されていますアメリカ映画では初めて本格的なプロットを持った作品とされ 屋外ののロケーションでの撮影、パニングショットなどのカメラワークも話題となりました強盗のリーダーがカメラに向かって銃を撃ち込むエンディングのバストショットは007のあの有名なオープニングに影響を与えたのではないかと推測する映画評論家もいます国民の創生監督 D.W. グリフィス 1914年頃にバイオグラフ社が長編映画の商業性に疑問を抱くようになり消極的になると d w クリフィスは同社から独立し自身の映画スタジオを立ち上げました1915年に発表された「国民の創生」は工業的にも大成功しサイレント映画時代の最も重要な作品の一つとされています 同時に KKK を白人中心の社会秩序を守るヒーローとして描き白人俳優が顔を黒く塗って黒人を愚か者として演じた差別的な描写は当時から物議を醸し上映禁止運動も起こるほどでしたクロースアップやフェードアウトといったカメラのテクニック何百人ものエキストラによって撮影された大掛かりな戦闘シーン オーケストラで生演奏されることを前提としたオリジナルのスコア楽譜など本作はその後の映画表現に計り知れれないい影響を与えたとされています。しかし描かれている内容は KKK をはじめとする白人至上主義者を正当化した内容となっており黒人は暴力的で野蛮な人種であるというステレオタイプをアメリカ国民の間に植え付けたとされています。 そのため現在のアメリカ社会を揺るがしている Black Lives Matter 運動にも直結するアメリカ映画史の最大の問題作でもあります今回の事態を打開するためにもこういった作品の存在を再考する必要があるのではないでしょうか「キケツゾロ」監督フレッド・ニブロサイレント映画時代を代表する俳優のダグラス・フェアバンクスが主役を演じる本作は アアクションンドベンチャー映画の元祖とされますフェアバンクスはそれまではコメディ俳優として知られていましたが本作を機に「剣劇俳優のイメージが強ままることとなりました大富豪の息子でぐうたらな性格のドン・ディエゴが紳士的で力強い仮面の剣士ゾロ」として悪党と戦うストーリーは「アメコミ」を原作とした現代のスーパーヒーロー映画の原点の一つといえます。 吸血鬼ノスフェラトゥ監督 F.W. ムルナウ吸血鬼ノスフェラトゥはファンパイアをテーマにしたホラー映画の元祖とされていますドイツの表現主義映画を代表する監督であるムルナウは当初ブラムストーカーの小説吸血鬼ドラキュラを原作に映画を制作する予定でしたがストーカーの未亡人から映像化の権利が 得られず登場人物の名称やストーリーの筋を微妙に変えて制作しましたそれでもストーカーの未亡人は著作権侵害をドイツの裁判所に訴え配給停止の判決が下されると本作のネガとプリントを全て破棄することが命じられましたしかしその時点では本作のプリントはすでに世界各地に配給されていたためフィルムは残ることとなりカルト的な人気を誇るようになりました 戦艦ポチョムキン監督1905年に起きたロシアの戦艦ポチョムキンの反乱を描いた本作はロシア第一革命の20周年を記念するために制作された歴史映画です本作で最も知られる「オデッサ会談」という約6分間のシーンではロシア皇帝の軍隊が港湾都市のオデッサの市民を虐殺する様子が描かれていますが これは史実とは異なる描写だそうですそれでもこのシーンが多くの観客に衝撃を与え後の映画表現に大きな影響を与えましたその裏には監督が用いたモンタージュ論理という編集方法があります監督は階段の全体像逃げる市民侵攻する兵隊殺される市民などを捉えたカットを リズムよく交互につなぎ合わせることで観客に感情移入させシーンの緊張感と恐怖を強調することに成功していますキートンの大列車追跡監督ククラライド・ブラックマンンバスター・キーキトンアメリカ南北戦争を背景に北軍のスパイ事業が The General「TheGeneral」という機関車を乗っ取り 南部の大動脈であった路線を麻痺させようとした実話に基づいた作品です無表情で体を張ったコメディで知られる喜劇俳優のバスター・キートンは南部軍を悪役として描くのでは観客に受け入れられないと思い物語を南部顔の視点から描きコメディとラブストーリーの要素を取り入れた脚本にしました大掛かりな演出で制作費が膨大に膨らみ クライマックスの列車の大破シーンはサイレント映画史で最もお金のかかったショットと言われています作品は映像評論家に酷評を受け興行収入もいまいちでしたが後に再評価され現在ではサイレント映画の傑作とされています「翼」監督、ウウィリアム・ A ・ウェルマン第一次世界大戦を舞台とした無声の戦争映画です 第一次世界大戦において航空機が大活躍をしたことをきっかけに国民の間で航空に対すする興味が高まりまり1920年代中頃から本作のような航空機を扱った映画が人気を集めるようになりました戦時中の空軍で活躍した経験を持っていた監督は戦中のシーンに迫力を持たせるためにさまざまな工夫を凝らし その映像は今見ても刺激的なものとなっています結果的に作品は記録的な興行成績を上げることとなりました1929年に開催された第1回アカデミー賞において本作は初のそしてサイレント映画としては唯一の最優秀作品賞と技術効果賞を受賞しましたサンライズ監督 F.W. ムルナウ ドイツ出身のムルナウのハリウッドでのデビュー作となった本作はサイレント映画時代の後期を代表するロマンチックドラマです興行的にはヒットとならなかったもののおとぎ話を彷彿とさせるセット光と影を使った映像トラッキングショットによるカメラワークは評論家から高く評価されました本作は第1回アカデミー賞において芸術作品賞と撮影賞などを受賞しました 芸術作品賞「Unique and a アーティスティック・ピクチャー」は当初作品賞当時は「アウトスタンディング・ピクチャー」現在では「ベスト・ピクチャー」と同等の使用部門とされていましたが第2回からは一本化されることとなりましたメトロポリス監督フリッツ・ラングジョルジュ・メリアスの「月世界旅行」が短編 SF 映画の元祖だとしたらメトロポリスは長編 SF 大作の最初の傑作と言えるでしょう オーストリアで生まれドイツで活動していた監督のフリッツ・ラングはさまざまな特殊撮影のテクニックを生み出しその後の SF 作品に多大な影響を与えましたディストピア的な未来都市を舞台とした本作は高層ビルの上層階に暮らす知識指導者階級と地下で過酷な環境の中で生きる労働者階級の仲介を図ろうとする主人公の女性への葛藤を描いています 言い換えると当時の資本主義と共産主義の対立を描いた作品といえますが「脳と手の媒介者は心でなくてはならない」というナイーブなメッセージは当初から批判を受けました一方技術は人間を豊かにするのではなくむしろ不幸にするという警告は公開当時は人々の心には響けなかったようですが今となっては痛いほど現実味があります 悪役が主人公にそっくりのアンドロイドを作り労働者階級の運動を内部から崩壊させようとする作戦は現在におけるディープフェイクを用いた虚偽報道や悪意のあるでっち上げを予言しているのではないでしょうかサカカルル・ジャンヌ監督カールテオドアドライアー本作はジャンル・ダルクの「異端審問裁判」の。 様子とその後の家系までを描いたフランス製の白黒サイレント映画ですジャンヌを英雄として美化するのではなく現実の裁判記録や尋問調書をもとに一人の人間として描かれているところが特徴ですそれは映像として表現するために女優のルネ・ファルコンティはノーメイクで主人公を演じ監督のドライヤーは彼女の顔の極端なクロスアップを多用しています また、ドライヤーは当初は本作を陶器にしたいと考えていたそうですが当時のヨーロッパ映画界は撮影スタジオ設備を整える負担を避けようとしていたためサイレント映画として制作することとなりましたその要因として会話字幕も多用されています街の明かり監督チチャャーー・リリップリンハリウッドの黎明期の最大のスターともいえるチャーリー・チャップリンは 1910年代半ばから TheLittleTramp 小さな不老者という役柄でキッドや黄金郷時代など数々の喜劇映画で世界中の観客を魅了しました山高坊にちょびひげが特徴で心優しい性格でありながら権力者に対しては反骨精神を見せる不老者はサイレント映画の最も象徴的なキャラクターとなりました チャップリンの最高傑作とされる街の明かりは不老者が街角で出会った盲目の花売り娘に一目ぼれをしてしまうというロマンティックコメディ映画です当初はトーキーが主流になりつつありましたがチャップリンはかたくなにサイレント映画にこだわりました不老者はサイレント映画のアイコンであるからだけではなく主人公はアメリカ人というキャラ設定にもかかわらず チャップリン本人は英国なまりが強かったこともサイレントにこだわった理由とも言われています。6. エピローグサイレント映画の代表作は古典映画としてとても重宝され現在でもさまざまな研究が続けられていますしかし名作とされた一部の作品を含むサイレント映画の大半は故意に破棄されたりもしくは火事などの事故により失われています。 本性が同期されたトーキーが主流となるとサイレント映画は文化的経済的な価値の低いものと見なされるようになり映画会社は倉庫の空きを確保するために大量に破棄しましたまた当時記録用に使われていたニトロセルロースでできたフィルムは因果性がとても高く保管環境が悪いと自然発火することもあったのです 現在も研究者の手によって失われていると思われるサイレント映画を放り出す作業が進められています。フィルムが残っている場合でも一部が失われているケースが多くあります。行方不明となっていたコピーが新たに見つかるとその映像は最新のデジタル技術によって修復され再編集された形で再リリースされることが多くなってきました。 例えば2008年にメトロポリスのオリジナルカットのネガがアルゼンチンの映画美術館で発掘されましたそれはそれまで失われていたと思われていた25分間にも及ぶ映像が含まれていました2010年に完全版としてハリウッドのグローマンズ・チャイニーズ・シアターでプレミアが開催され DVD とブルーレイもリリースされました 2018年には黒人の男女のキスを収録した最古と思われる映像が発掘され話題となりました白人が顔を黒塗りして黒人を差別的に表現することが普通だった時代の作品の中で笑顔でナチュラルに振る舞う二人の様子を捉えた29秒の映像はとても重要な記録であると映画学者たちに称されています こういった発掘・修復作業のほかハリウッドにはサイレント映画時代に対するノスタリジアというものが長きにわたって存在し一つのテーマとされてきました例えばパロディ映画の機種とされるメル・ブルックスは70年代のハリウッドを舞台にサイレント映画を制作しようとするプロデューサーの葛藤を描いた「メル・ブルックスのサイレントムービーで」でハリウッドそのものを笑いのネタにしています 同じ1976年にアメリカンニューシネマを代表するピーター・ボグダノヴィッチ監督はエディソントラストがアメリカ映画界を牛耳ろうとした1910年代を舞台にしたコメディ映画「ニケロリオン」をリリースしました俳優のロバート・ダウニージュニアは1992年の「チャップリン」でチャップリンを見事に演じ多くの賞にノミネートされました サイレント映画時代への憧れは2000年代以降も続いています。2000年にリリースされたシャドウ・オブ・ヴァンパイアは吸血鬼のスフェラトゥの制作過程を題材にしたホラー映画です。マーティンスコセッシが2011年に発表したヒューゴ不思議な発明はジョルジュ・メリエスに対するオマージュとも言うべきサイレント映画の時代に対する愛が溢れる作品です。当年にリリースされたアーティストは サイレント映画の時代が終わる頃のベテラン男優と若手女優の関係を描いたサイレント映画です本作はアカデミー賞で作品賞監督賞主要男優賞など5部門を受賞しましたハリウッドがこれほどまでにサイレント映画に憧れを抱き続けるのはその時代の代表作には普遍的な作品が多いからなのではないでしょうか。サイレント映画は基本的に保存状態が悪く 映像が荒いことから一般的には見るに堪えないプリミティブなものというイメージが抱かれていますしかしこのコラムで取り上げた作品からわかるように映像表現の基本となるテクニックの多くはサイレント映画時代に生み出されましたそしてハリウッドは今もなおその時代から新たな発見を掘り起こそうとしているのです 近年はスマホが普及し誰もが動画を自分で録画し編集できるカメラとそれを見るための最盛期を手元に持つ事態となりました最近ではショートビデオを簡単に撮影編集して共有できる TikTok などのアプリが流行し世界中のアマチュアが動画作品を大量に拡散させています 新型コロナウイルスの感染拡大によって世界各国で外出自粛が続く中こういったプラットフォームはさらなる盛り上がりを見せていますファイラル化している人気動画を見ると口パク動画ループや逆再生などの編集方法を用いた動画などが多いことに気づきます制作している21世紀の若者たちは今回紹介したサイレント映画やトーキーのことは 全く知らないはずなのに100年前の仙人たちと同じようなことを繰り返しているのです次回はトーキーの時代とハリウッドの黄金期について取り上げますシマディアター51映画の黎明期とハリウッドが誕生するまで後編 www.digtokyo.jp